はい、チップス20のフィナインです。まあ、マスキャド300何桁を超えるとオーバーフローしてしまうので、そのオーバーフローを下げたいときどうするかなっていうので、まあ、こんな関数があって、これこうなるんですけども、多分こいつの方が先にここでオーバーフローしてしまうので、そのまんまだとプロットできないというんでどうするかということですけども、まあ、もう一つ作戦は、両辺のログを取って、ログを取ったやつの答えを、指数関数の GT 乗してやると、全部求まるという。ちょうどこのエラーになると、これはやっぱり301乗か2乗か4乗か、この辺で止まっとるということで、370より大きいとエラーになるんで、一旦ログで取ったやつで計算していって、プロットするときに、その答えがこれを超えてなかったらちゃんとプロットできるという、途中でもう超えたらいかんよということであります。やっぱり分母もでかくなってくるんで、やっぱここで超えるというんで、どっちかが超えたときに、計算は終わってしまうということです。まあ、以上です。